階段アミーゴ。あかねです。お願いします。お願いします。はい、と私結構、怖い体験をすることがたまにあるんですが、はい、私もともとお芝居やってまして、でそれで舞台をやることが以前は多かったんですね。でその頃の話なんですけど、とある舞台でその、時代設定が戦争中だったんですね。戦時中の話で、で内容的には特攻隊の話で、でそれで私はその特攻隊に対してお世話をする奉仕隊っていう役柄なんですね。でその奉仕隊のリーダーの役だったんですが、でその時に舞台本番の日、ゲネプロというか、その本番直前にリハがあるわけです。でその時に私は出番待ちで袖にいたんですね。それで、出番待ちをしていたんですけれども、で、リハですからこう皆さんこうわざわざと動き回ったりとかしてるんですけれども、その時にこうどこからかお経を読む声が聞こえ始めたんですよ。で、わーっと思って、ただそんなに驚かなかったんですね。それは何でかっていうと、その舞台が築地のブディストホールっていう、ホールがあるんですけど、その築地本願寺の敷地内にあるところだったので、そんなに違和感は、ちょっとびっくりはしたものの、そんなに驚きはしなかったんですね。でそれを聞きながらというか、リハを進めていきまして、で、普通に無事に終わったんですが、リハ自体は。で、リハが終わると演出家さんにみんなが呼ばれてダメ出しをされるわけですね。でその時にみんなが一斉にこう舞台から降りて客席側に、で演出の周りを囲んで自分のダメ出しを台本に書いたりとかしながら聞くんですけど、その時に急に私足がつっちゃったんですよ。足をつってしまって、しかも最初左をつって痛い痛いと思ってたら右足もつっちゃったんですね。でなかなかもちろんその舞台始まる前にリハ始まる前に柔軟もやってますし、今までそんなことなかったのに、なんかちょっと違和感をそこでまず覚えたんですね。で、さっきそんな独協の声を聞いてたりもするので、ちょっと舞台の内容も内容なのでちょっと怖くはあったんですけど、違和感を覚えつつ、でも本番なので気持ちを改めて気を取り直して頑張ろうと思って、で本番に臨んでます。そしたら今度は自分の出番をやっぱり待ってたんですね、リハと同じように、そしたら、みんな多分、自分の出番じゃない人は後ろにもスペースがあったのでそっちに引っ込んだりとか受けていて、舞台には人がいるんですけど、で私はずっとその芝居を見ていたい方なので、割と袖にずっといることが多いんですが、でそれで聞いていたんですね、見ていたんですね、その場を、袖から。そして本番が進むにつれて、なんかちょっとひんやりしてきたんですよ、その舞台袖が。ちょっと寒いなーなんて思ってたんですけど、秋だったので、そんなこともあるかと思いながら、ただなんかこの右肩の上あたりすごく違和感があるんですね。何か感じるんです。で、なんだろうと思って、この目の端に映るじゃないですか、こう見えるところにいるんですよ、何かが。で、あれ何かいると思ってちょっとだけ目を動かしたんですね、そしたら軍服を着た兵隊さんがここにいたんです。しかもここが腰の位置だったんです。で、やばいと思って、その舞台を見てるんですね、ここの方が。で、
わと思って、これはその自分がその人に対して気づいてるっていうのを表したらまずいと思って、とりあえず固まってたんです。でしかもその文服っていうのが、その私たちのお芝居で使っている文服とは若干色は違ってて、そのお芝居で使ってるのは深緑、割とやっぱり新しめに見えちゃうような感じだったんですけど、そのそこにいた物体が着ていたのがすごく色あせている感じの色で、これはなんかすごく嫌な予感がすると思って、それでとりあえず早くいなくなるようにと思って、もうその舞台にいる生身の人たちを凝視してたんですね。そしたらふっとそれがその違和感がなくなったんですよ、気づかないうちに。あれと思って、そしてここに違和感もなかったので思い切って振り返ったんですね。そしたら出演者さんたちがエンディングに向けて準備をしてゾゾゾ向かってきてるところで、みんなが見えていなくなってたんです、うん、だからああよかったと思って、そんな体験をしたんですけど、はい、きっとあれは、まあ、内容的にも特攻隊に関係する人も、うん、データじゃないかなと。